先月、西和賀町の医療を担う沢内病院が新しくなりました。この病院が地域の中で果たす役割について北村院長にお話を伺いました。高齢化率 43% という県内一の地域の医療をしっかり守っていくということが病院のミッションであります。そのためには予防と治療とそれから福祉介護ですね、それをつなぎ目なく連結して行う、その、基地になる、病院が基地になるというようなことを今考えております。はい、連携の肝となるのがこの地域包括支援センター。介護に関するさまざまな相談を受け付けているほか、介護が必要な状態にならないようにさまざまな予防やアドバイスもしてくれます。また他の医療・福祉機関との連携を専門に行う部署もあるので、紹介の受け入れなどもスムーズ。沢内病院はこの先どのような病院を目指すのでしょうか。まずは開かれた病院、皆さんの町民の病院ということで、皆さんの要望に応えていけるようにということで、早速11月から耳鼻咽喉科、それから泌尿器科の月2回の外来を開設いたしました。そして12月からは、これも要望の大きかった整形外科の、これも外来を月2回開設します。そういう形で皆さんの要望に合わせて病院の機能を動かしていくというふうな、そんな姿勢を取りたいなというふうに思っているんですね。ですからたくさん皆さんからご意見をいただきたいというふうに思っております。住民の期待を背負い、沢内病院がいよいよ動き出しました。ここでお知らせ。元に康介さんを講師に迎えた講演会が開催。人口減少と高齢化が進む町をより豊かにするため一緒に考えましょう。詳しくは西和賀町政策推進室まで。